アレグラ 60mg 上アレグラ FX、フェキソフェナジンは、ヒスタミン H1 受容体気候薬で、アレルギー性鼻炎、ジンマシン、皮膚疾患に伴う創用に用いられる。商品名、アレグラで発売され、現在は、ジェネリック薬品やオーソライズドジェネリックも、販売されている。フェキソフェナジンは、第二世代抗ヒスタミン薬であり、 第一世代コーヒースタミン薬のものと比較して、鎮静の副作用は改善されている。特に添付文書に眠気に関する使用上の注意がない。この項では、テルフェナジンについても記述する。テルフェナジンの活性代謝物で、後継の化合物である。フランスのサノフィが創生した。アメリカ合衆国では1996年から、日本では2000年から、 日本法人のアベンティスファーマから発売されている。同社の主力商品の一つであり、ロラタジンやセチリジンなどと並び、世界で最も消費されている第二世代コーヒースタミン薬の一つである。日本では1996年頃からフェキソフェナジンのダイアイアイン賞試験を開始、テルフェナジンの改良品という緊急性もあり、日本で初めてブリッジング試験により、 スリーアイリン賞試験を実施せず、1999年に厚生省に製造承認申請し、2000年11月にアレグラ城が発売された。日本薬局方にも集裁されている。特許の存続期間終了により、2012年に後発薬品の製造販売が始まった。その後、2件の用途特許について、専用実施権の侵害であるとして、 後発三社に対し2012年10月にサノフィから提訴がなされていたが、2014年3月に和解が成立している。日本での処方箋薬品は、アレルギー性鼻炎、ジンマシン、皮膚疾患、アトピー性皮膚炎に伴うかゆみに対し、その効能、効果が認められている。一般用医薬品のアレグライフ X やアレグライフ x ジュニアはアレルギー性鼻炎のみ。 承認されており、効能、効果には、花粉、ハウスガャストなどによる花のアレルギー症状の緩和、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりと明記され、かゆみには認可がない。日本で承認されているコーヒースタミン薬のうち、添付文書の重要な基本的注意の箇所に眠気を、催すことがある胸のないものは、現在のところ、フェキソフェナジンとロラタジンに限られている。 一般医薬品のほとんどの胃薬に生産剤として含まれている水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムとの同時服用によりフェキソフェナジンがそれらに吸着され作用が減弱する。薬物の吸収に関わるトランスポーターを阻害するジュースとの同時服用によって効果が減弱するため、服用後1時間空けてから飲むこと。 副作用として眠気が現れることが少なく、眠気の発現頻度がプラセボと比較しても有意な差が認められない点である。しかしながら、少人時の日本のみのデータでは、眠気発現率は8%ほどである。2015年9月に製造販売後調査の中間報告で、アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応が2例に見られたことが報告された。 医療用の処方箋医薬,薬品として、アレグラ錠 60mg、高校法会場のアレグラ OD 錠と、また小児向けのアレグラ錠 30mg が発売されている。2012年11月に、日本でスイッチ OTC 化され、第一類医薬品として発売された。処方箋医薬品同様にサノフィが製造しているが、発売は、久光製薬が担当している。 当初は、アレグラ上6 0ラムのスイッチ、OTC 品である、アレグラ FX のみだったが、2017年11月に、アレグラ上3 0ラムのスイッチ、OTC 品である、14歳以下用で、要指導医薬品の、アレグラ f x ジュニアも発売された。その後、アレグラ FX は2016年11月1日付で、第二類医薬品に区分変更されたため、 登録販売者がいる店舗での購入が可能となっている。アレグラ FXJr. は2020年11月9日付で第一類医薬品に区分変更されているが購入の際には薬剤師から書面による説明を受ける必要がある。2013年2月にフェキソフェナジンと血管収縮作用を有するプソイドエフェドリンを配合した抗アレルギー薬ディレグラが発売されている。 医療用医薬品のアレグラでは2000年の日本発売時よりハクション大魔王を広告キャラクターにし、壺のオケ時計やボックスティッシュ、患者向けのアレルギー解説本などの反則物に登場している。スイッチ OTC のアレグラ FX では発売元のヒソミツ製薬が独自に設定したキャラクター、アレグラ人、サクラーバ、ハルカージョが登場する。 テレビ CM が2013年1月18日より放送されている。さらに2014年度版からこれらの3人組に加えて竹ジ女も登場している。2015年1月27日、大英会誌文からはハルカー女に代わってナオナオが登場している。2016年2月愛英会誌文からアレグラ人のボスとしてマリーグラが登場している。 テルフェナジンの構造式テルフェナジンは構造的にはフェキソフェナジンのカルボン酸をメチル元に置換したものである。アレグラと同じ前々味のマリオンメレルダウ社から商品名セルダンで発売されていた。日本では商品名トリルダンで1990年1月から発売された。第二世代コーヒースタミン薬として眠くならないコーヒースタミン薬は機械のオペレーターやパイロット、 自動車の運転手に需要があった。テルフェナジンは服用後、肝臓でカルボン酸型代謝物フェキソフェナジンに代謝されて血液中を循環し効果を発揮する。テルフェナジンには心臓に対する毒性や肝障害がある。テルフェナジンと肝臓の代謝酵素が競合する薬剤を併用した際、フェキソフェナジンに変換される過程で肝臓の代謝が阻害された場合、 テルフェナジンの未変化体が高濃度のまま血液中を循環することになるため、新出性不正脈や重篤な QT 延長から不正脈を引き起こすことがあった。そのうち、心停止や死亡した患者が現れたため、日本では厚生省の指導により、1995年に添付文書に警告欄を設け、同じく1997年には緊急安全性情報を出すこととなった。 高アレルギー剤で緊急安全性情報発出は異例で報道では花粉症治療薬で不整脈などと報じられた。その後、市民団体の薬害オンブズパーソン会議が当時の販売会社と厚生省に期間自然則の適用取り消しや慎重投与の徹底を求める申請書を提出している。これ以降、肝障害や他の薬剤を服用している等のハイリスク患者や省に 気管子全息患者への投与は大幅に減少したと推測される。日本ではアレグラが2000年11月に発売されたことから2001年にトリルダンの発売が中止された。アメリカ合衆国のヘキストマリオン・ルセル社はテリフェナジンのカルボン酸型代謝物そのものであるフェキソフェナジンを製材化。アメリカで1996年から商品名アレグラとして 発売を開始し、テルフェナジンについては、1997年にアメリカ食品医薬品局から承認取り下げの提案を受けて、1998年にアメリカ合衆国での発売を中止した。旧マリオン・メレルダウ社、アメリカ合衆国の中心部。現在の本拠地はフランス。フェキソフェナジン第一類へ引く、用指導薬4成分が移行。m 3 2015年10月1日閲覧。アレグライフ X 新発売のお知らせ。久光製薬株式会社。http コロンスラッシュスラッシュ www.hisamitsu.co.jp スラッシュカンパニースラッシュ pdf スラッシュニュースリリース121101 pdf 2013年3月3日閲覧。アレグライフ X ジュニア新発売のお知らせ。 ひさみつ製薬株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.hisamitsu.co.jp スラッシュカンパニースラッシュ pdf スラッシュニュースリリース 171109pdf2018 年1月9日閲覧。ディレグラ配合上新発売のお知らせ。2014年11月3日閲覧。ありがとうございます。